今回も鹿児島インカレからスプリント女子優勝八戸学院大学小原ノア選手のバイクを紹介していきましょう。フレームは身長の低い選手が選択していたアバンティピスタチーム、ステムはかなり長いサイズまでラインナップがあるベロバイク製のものを選択していました。ハンドルはボルテックススポーツの WXR のものを選択していました。予選、対戦ともにギアはフロント55、リア14を選択。女子選手もかなりギアをかける時代になりました。サドルはシマノプロステルス、また印象的だったのはフロントホイールに10年以上前のマビック初代コスミックカーボンを使用していたところです。皆さん、今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったと思った方は高評価、そして Twitter、Instagram のフォロー、何よりガチンコサイクル TV のチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。